初めて殿に会った時はなんて無茶苦茶なお人だと思いやした。でも巨女の嬉しそうな顔を見て思ったんです。ああ、この人の作る世の中が見てみてって。うわあ、あれ時の威を受けて立っているとは。人間か。 ここは死んでも倒さねえ。さあ、早く逃げてください。詫びは言わぬ。お主の願いしかと受け取った。曹操を逃がすな。早くまで追え。殿の作る世の中をみんなに見せてやってください。悪い巨匠。
一緒に畑を耕すのはまた今度ね。モウト君、進軍準備はできた。